さて、ホワイトベースチャンネルの二宮翔平と申します。こんにちは。こんにちは。あのですね、今日は私がいいと思ったものをですね、紹介していくということなんですけども、ワコーズのフュエルワンについて今日はちょっと話してみようと思います。はい、これいくらでしたっけ、これ、定価1600円。定価1600円で非常に お求めやすいものなんですけども、かなり面白い効果があります。面白い効果って言ってもですね、一般の人に言ってもあんまりピンとこないと思うんですけども、我々メンテやってる側の人間からするとですね、非常に劇的なほどのですね、効果を感じることができるものです。はい、でそれを実験しようと思うんですけども、ご用意いたしましたのはですね、こちら濃度 98% の硫酸でございます。はい、これをですね、いじめっ子の顔とかにぶつけると、大変なことになるぞ。はい、やりましょうね。一般的には手に入りません。はい、で、こちらのピンクのものがですね、自販機でも売ってるんですけども、桃の天然水ですね。あ、美味しいな。ガソリンです。はい、これがですね、実験用の瓶ですね。で、これが使ったガソリンを捨てるものなんですけど、はい、じゃあ用意していきましょうか。簡単です。ガソリンというものはですね、劣化します。はい、ガソリンというものは劣化するんです。皆さん、ガソリンってなんかこうね、なんていうんですかね、有機物じゃないからこう腐らないだろうと思ってると思うんですけど、よくガソリンが腐るっていうふうに言うと思うんですけど、ガソリン自体は腐敗するわけじゃないんですね。細菌の反応で腐敗するというわけじゃないんですけども、いろんな環境の変化、ガソリンというのは純粋な物質じゃないです。いろんなものが混ざり合ってガソリンなんですけども、それが温度、湿度、それからタンクの中の環境、硫黄分、ガス、いろんなものの作用によってですね、変質します。だから乗らないバイクっていうのは中のガソリンやオイルが変質して調子が悪くなるわけですね。で、キャブレターの中でそれが起きると詰まってしまったり、キャブっていうのはガソリンを空気と混ぜる装置なんですけども、非常に細い、もう 0. 点数ミリの穴とかで構成されている、その 0. 点数ミリの穴をですね、このガソリンが通り抜けて霧になることで、中でですね、ガソリンと空気が混ざるという現象を起こすんですけども、スプレー、シュッシュッってやるじゃないですか、スプレーのノズルの穴、すんげえちっちゃいですよね。あんなのがですね、ついてるのがキャブレターだと思ってください。でそこがですね、なんかこう変質したガソリン、ネチョネチョしたものとかそういったものが発生して詰まってしまうと、もう分解してバラバラにして掃除してやるか、その部品変えてやらなきゃいけないんで、いきなり何万円っていうのがかかっちゃうわけですね。はい、オートバイのトラブルで一番多いのがこのキャブレターのトラブルです。インジェクションならならねえよって思ってる方いるでしょ。インジェクションでもなりますからね。はい、インジェクションになるとインジェクションユニットごと交換なんで、いきなり何万円です。はい、ひどい騒ぎですよ。じゃあその劣化したガソリンというのを用意したいんですけども、これを劣化させるためにですね、半年くらい外にずっと置いとかなきゃいけないんで、人工的に劣化を促進させてみようと思います。はい、でそれに使うのが硫酸なんですね。つまり酸化をさせる、 酸化っていうか硫黄分と、硫化と酸化ですか。硫黄分を酸化させて硫酸が発生するわけですね。はい、というわけで今ちょっとやってみますね。はい、ビューッと、多少でいいです。で、綺麗なピンク色をしてます。で、なんでガソリンがピンクかっていうと、これ着色してます。で、廃屋とかガソリンスタンド行くとですね、みんなラベルに赤とか青とかついてると思うんですけども、あれ燃料の色なんですね。あれ分かりやすく着色してるんです。本当は無色透明で、この綺麗なピンク色にこの硫酸を非常に注意してですね、どのくらい入れますか、これ数滴、もうワンスポイントぐらいじゃないですか、その量です。このぐらいですか、入れてみましょう。人工的にこれを劣化を促進させます。そうすると変質してしまったガソリン、つまりタンクの中で長期間貯めて保存して炎天下とかですね、真冬とかずっとやってしまったその劣化を人工的に作り出すことができます。はい、見えますか、下に溜まってきたこの茶色いの、綺麗な液体にこんな茶色いのが溜まってきちゃうんですね。
我々バイク屋からするとですね、この茶色い液体って非常に見覚えがあります。古いキャブの中に溜まってですね、フロートチャンパーの底の方でねっちょりしているものです。はい、これ非常に粘性が高くてですね、なかなか落ちないんですよ。はい、反応熱であったかい。で、ガラスの壁面にですね、このねっちょりがべっとりこうくっついているのが分かると思うんですね。まあ、これが変質に変質を重ねることで、タール状の物質、ヤニ状の物質になって、キャブレター等の中に張り付いて、良くないことを起こすわけですね。で、もちろん、タンクの内部の腐食の原因にもなります。はい、じゃあこれは新しいガソリンをどん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 入れてやればなくなっていくのか、なくなってほしいんです。実を言うとどん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 回せばなくなっていってほしいんですけども、一回これが出てしまうとですね、ちょっと捨てますね、またそこに新しいガソリンを加えて中を洗浄試みます。振る、はい、見てみましょう。取れないです、ついているのが。あ、でさらにこう茶色いのが出ましたねこの劣化したガソリンっていうのが、新しいガソリンもろともさらにこう劣化を進めてしまうという証拠でしょうね。こういう茶色いのが出てしまう、これが非常に悪さをするわけなんですよ。新しいガソリン入れてもこれが落ちないというわけですね。じゃあこの新しいガソリン、まあ、ちょっといっぱい入れてみましょうか。この新しいガソリンの中に、ね、ガソリン量を増やしても変わらない。映ってる、これヒント合う？映ってます。大丈夫、変わるんですね。じゃあこれの中にですね、このフューエルワンですね、はい、おそらく同じ作用を謳っている添加剤っていうのは世の中に数あるんです。非常にたくさんあります。でその中で堂々とこうやって実験して効果が出てるやつっていうのはあんまないんです、実を言うと。すごいですよ、この今もうこんなドロドロっすよ。もうキャブレターオーバーホール、トラブってオーバーホールしたことある人、これ見覚えがある物質だと思うんですけど、これでキャブの中これ詰まるとですね、こんなんが一滴でもスロージェットの方に詰まっただけでエンジンかかりませんからね。アイドリングもしない。じゃあここにフューエルワン、そう、こいつぐらいなんですよ、効果が目視で分かりやすく確認できるのは。お、やべ、行き過ぎた。フューエルワンが何でできてるかよく知らないですけどね、僕は。入れましたと、ちょっと入れすぎましたけど、で、振ってやるとえますか。壁面のドロドロが落ちてるんです。で、下に溜まってた不純物も溶解しています。はい、でもこれガソリンと混ざっちゃってるんで、どんどん燃やしきって、どんどん新しいガソリン入れてやれば、タンクの中、キャブの中がきれいになるわけですね。で、ちなみに今ちょっと僕入れすぎちゃったんですけども、このフューエルワンは30リットルから60リットルのガソリンに対して1本です。ということは、1本あればガソリン、バイクの場合は2回分ほど使えます。はい。洗浄作用を維持したままですね、長期間乗らなくなる前に入れて、燃やしてやって、で、また再度乗るときに、また新しいガソリンを入れてやったときにちょっと入れてやって、また回してやると。そうすることでですね、かなり健全性が保てますね。これ、うちの店でも、在庫が長期化しちゃったりしそうなやつには混ぜてます、はい、非常に効果的ですね、どうですか皆さん、ほらかなり瓶の内壁が綺麗になったと思うし、さっきどんだけ振っても溶けなかった茶色いドロドロが綺麗に溶けてなくなってます、はい、これがフューエルワンの効果です、はい、いいものです。ズバリ言いますけど、いいものです。で、安いです、正直言って、さっきもちょっと言いかけたんですけども、巷に本当にこういう効果ありますよっていう商品いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんです、本当にいっぱいあるんです。
で、その中で実際に実験してみてですね、僕なんかいろんなもの実験してみてるんですけども、割と効果があんまりこう分かりやすくはないものが多いんですね。あとはまあメーカーの出してる写真でビフォーアフターでエンジンシリンダーの内部だけこうやっているのがあるんですけど、あんなみんな開けることないですし、だから本当かなって思っちゃうと思うんですね。だからこれ非常にシンプルで分かりやすくていい実験だと思います。まあ、もしかしたら他にも効果があるものが世の中にあるかもしれないんですけども、今のところですね、うちで使ったことがある中ではこれはとても効果が分かりやすいですね。はい、効果が分かりやすくていいですというわけですね。あのフュエルワンホワイトベースでも扱ってますので、フュエルワンだったら多分近くの量販店でも売ってるかもしれないですよ。はい、でもしですね、お近くの量販店もしくはお近くのワゴケミカルでフュエルワンを買うときはですね、なんかインターネットで面白い動画を見て買ったんだ、まあ、ホワイトベースを見てとまでは言わなくても全然構わないんですけども、まあ、そういうふうに言っていただけるとですね、まあいろんな混乱が起こって楽しいかなと思います。はい、決してうちの株が上がるわけじゃないらしいんですけど、はい、はい、そんなわけですね、フュエルワン、うちでも扱ってますのでよろしくお願いします。